おはようございます。今週も人間をやります。で、今週からね、旅に行こうかなと思ってたんですけど、結局天気が悪いんで今週も大阪にいます。はい、踏んで今から散歩行ってきます。なんか今日やたら外静かじゃないか。人全然おらんし、気のせい。公園とかには結構人がいると思ったら、今日ね、あの海の日でね、祝日なんですよね。通りで公園とかには人おるわけか。ということは学生たちは夏休みが入ったということですね。いやー、ほんまにずっと曇ってんな。はよ梅雨飽きへんかな。そば食べに来たんですけど、めっちゃ並んでる。いや、最近ね、あのざるそばにハマってるんですけど、そばめちゃくちゃうまかったです。もう週1ぐらいで食べに行きたいですね。やっぱ祝日やから人多いな。無印でファイルボックスとかを買いました。これでようやく収納できる。メロンバウム食べたいと思います。歩きすぎて足いって。しんどい、重たいって。はい、帰ってきました。クソ疲れた。はい、で、無印良品でこのファイルボックスを買いました。あとこれとこれも買いました。あの上の収納にね、これ使いたいと思ってて、こういう箱とかに入れてないからもうすぐに散らかるんですよね。ここに置いてるものがね、もう散乱しまくってるんですよ。いやー、ぐっちゃぐちゃやな。まあ、僕の家はね、収納が2つしかなくて、まあ、こことね、まあ、あとシンク下しかないんでまとめて置いてるんですけど、なんかその収納も小分けした方がいいっぽいわ。こんな感じでファイルボックスに収納しました。で、これね、上にこうやって重ねることができるんですよ。これ高さ一緒。おー、これでかなりスッキリした。まだ半分ぐらいスペースあるもんな。ただこうやった方が取り出しやすいか。ティッシュペーパーを置こう。はい、こんな感じでかなりスッキリしました。もう今日はマジでめっちゃ歩いた。1万9000歩ぐらい歩いた。あー、すごい疲れたな。もう立って切るのもしんどいんで座って切る。なんか今日の卵いつもより小さい。今日のご飯です。最近の定番の納豆ご飯と卵スープと冷ややっことトマトです。おはようございます。寝すぎやって、10時間以上寝てるって。今日もめっちゃ曇りですね。てか雨降ってるやん。さあ、ちょっとだけ作業しますか。ああ、もう目乾いてきた。5分も作業できない。今日の昼はね、無印のマッサマンカレーを食べるんで、ジャスミンライスを炊きたいと思います。いい感じ。うわ、うわや。
うまそう。今日の昼ご飯はマッサマンカレーです。うまそう。チキンから食べよう。手上げてっけーす。うん、うまい。カレーはね、結局あのバーモントカレーとか家のカレーが僕は一番うまいと思ってるんですけど、こういうカレーも好きですね。さっきね、ちょっとポケモンを見てたんですよ。このアドバンスジェネレーション、来月ね、ポケモンの映画の水の都の守り神とか、このね、あのアドバンスジェネレーション七夜の願い星とかなんか上映するみたいです。この2つは見に行ってて、多分最後に見に行った映画がこの七夜の願い星やと思うわ。行きましたよこれ、友達と電車に乗ってね、隣町まで。でワンピースもね、なんか新しくまた10話ぐらい追加されてたんですよね。そろそろワンピースも進めていきたいな。でそのワンピースのお供にこのお菓子ですよ。普通のサイズのやつ食べたかったけど、こっちしかなかってんな、ちっさ。またこの安定の札幌ポテト、つぶつぶベジタブル、これはね、まあ、子供の時から好きですね。あめっちゃ寝たって。夜も10時間は寝たのに、さらに昼寝もするっていうね。雨も降ってないし、スーパー行くか。マルタさんの本マグロを 40% 切りゲットしました。めちゃくちゃうまそう。であとはね、白髪染め、久しぶりに白髪染めたいと思います。さてこれから白髪を染めたいと思います。あ、やば、脱水だ。何ヶ月かに1回白髪染めしてるんですけど、この白髪が増えてるのがね、一番年を感じるわ。特にこの辺、横が一番増えんねんな。なんか知らんけど。オールバックしたらこんな感じなんねやろなっていう感じですね。こんなもんでいいかな。今日のご飯はこちらです。定番のご飯にマグロの刺身。今日のマグロの刺身めちゃくちゃうまそうやねんけど。うまっ。これマグロなん？なんか赤身とはまたちょっと違う感じ。若干脂乗ってる感じあるもんな。おはようございます。今日もめちゃくちゃ寝てもうてます。いいね、今日外暑そう。昼になるまでね、カフェラテでも飲みながらちょっとだけ作業しようかなと思います。もはやカフェラテ飲みたいだけっていう。今日のご飯はこちら、札幌一番塩ラーメン。もうね、あの米が炊き上がるの待ってられへん、まあ、というかまあシンプルに僕これが食べたいだけなんですけどね、めっちゃ好きなんで。完成。やっぱ札幌一番うまいわ。日焼け止め塗り直したんですけど、日中散歩するの完全にミスなんですよね、暑すぎて。ほんまは早く起きて散歩したいけど、もうマジで起きられへん。もう毎日10時間とか寝てるし。めっちゃ晴れてる。こんな晴れたの久しぶりちゃう。暑い。南原辺まで来ました。喉乾いたな。夏散歩するってなると大体飲み物買う羽目になりますね。
まあだからといって水筒を持つのは重たいし、まあもう飲み物に関してはもう必要経費ですね。休憩してました。もう余裕で1万歩行くんで帰りたいと思います。うまっ。よく歩いた。整骨院行って帰ります。いやかなり体が軽くなりました。はい、帰ってきました。めっちゃ歩いた。いや疲れた。でもね、この疲れるぐらい歩くのがいいんですよ。なんでかっていうと、疲れてるとね、夜更かししなくなるんですよね。眠たくなるから。もうやから疲れるぐらい歩きたいんですよ、僕は。腹減ったー。車中のご飯だ。今日も納豆ご飯です。なんかね、これが食べたいっていうのがないんですよね、僕。いや今日はね、なんか10割そば食べたいなって思ったんですけど、ザルとかもないんで、まあ結局諦めてね。これ食べたいってなっても、これ作るのめんどくさってなってね、もう結局いつも通りみたいな。もう納豆ご飯もうまいからいいんですけど。洗濯をしたいんですけど、全く洗濯機が開かへん。ずっと使われてんねんけど。太陽光はめっちゃ入ってるけど晴れてはない。パタゴニアの服はね、全部乾燥機にかけずにそのまま干してます、というのはね、もう全部速乾性が高すぎるんで、乾燥機にかける必要がないんですよ。もうすぐ乾くから。このね、パタゴニアのね、キャプリンクールの T シャツとか、もうね、旅先ではもう最高にね、使い勝手が良かったですね。もう乾燥機なしでもすぐ乾くし、シワもつかへんから、もう寝る時に着てね、起きてそのまま活動したりとかできるし、で、まあこれもそうやし、もうこれもそうなんですけど、もうラッシュガードとしても使えるから、もうそのまま海入ったりとかっていうので、まあ、僕はね、この前の八重山諸島の旅では、まあ、期間は2週間だったんですけど、持っていったのはこの T シャツ3枚だけでしたね。ちょっとね、雨降ってるかもなんですけど、体動かしたいんで散歩したいと思います。傘持ってきたんですけど、雨止んでますね。曇天ですね。今日風が全然ない気がする。煩悩を卒業することはできません。そういうことですよ。あっという間に雨村まで着いてしまった。もう余裕すぎる、ここまで歩くの。僕が使ってるやつこれなんですけど、ボロボロやからそろそろ買い替えようかな。もうへこんでるから、蓋も閉じられへんから、蓋捨てたんですよね。ニトリに蕎麦用の皿あるらしいんですけど、売り切れや。夏の昼間に散歩するんやったら、曇ってる方が快適ですね。太陽が微妙に出てる。蕎麦買ったんで、ちょっと100均にね、蕎麦皿見に行こうかなと思います。あるかな。あった。帰ってきました。思ったより歩きましたね。余裕で1万歩超えてるし、まあ、そして最近僕がハマってるざるそば、ついにね、家で作ってみようかなと思います。いやこれね、まあ、なくても作れるじゃないですか。まあ、いいけど、これあった方がね、見栄え的にもいいし、でやっぱりね、ざるそばとかそうめんとか水切りたいんですよね。もうつゆ鉢も買いましたよ。もうつゆ鉢とかもうなくても全然食えんのに、もうこの夏食べまくりたいですね。でそばはね、小麦粉ゼロの10割そば、まあ、ちょっと高いんですけど、まあ、うまいしね。で最後にね、そば湯も飲めるんで、いやこれめっちゃ楽しいやな。であとはエビ天1個買わなあかん、もう忘れてた。さあ、ざるそばをね、作っていきたいと思います。 100g やな。10割そばはね、小麦粉が使われてないから、かなりね、ちぎれやすいんですよね。おっと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 、危ない危ない危ない。
ぶちまけるとこやったらいきなり。だから茹で時間とかもこれねミスってはいけない。絶対もう10割そばとか初めて茹でるんですけどね僕。結構メジャーなのが28そばって言って、小麦粉は2割のそばらしいです。もうほんまに安いそば屋とかはそば粉よりもね多分小麦粉の方が多いと思います。もうそれうどんなんで 100g これですね。さあ茹でていくぞ。お湯につけてで3分ですね。沸騰してから3分。いやもうこれ沸騰してるな。3分経ったんで消します。でこれで2分置いておくと、そして、2分経ったら手早くザルにあげると、いうことなんですけど、どうやってあげんねん。これ箸でね持つとちぎれる可能性があるから、箸とスプーンの両刀で。なんかすごいねっとりしてんねんけど、もうこのね茹でたお湯、これまさにそば湯や。これすごいなんかドロッとしてる。ほんまに店で出てくるやつみたい。その冷蔵庫でキンキンに冷やした水あるんでこれつけよう。あー冷た、一気に冷えてるね。ちょっとこれ上上げられへん。ちゃんとした竹じゃないからな、これプラスチックやねんこれ。まあそこはもう100均クオリティなんでしょうがないんですけど、とりあえず普通に流すか。あ一気に冷えたな。もう普通に一回なんかボウル皿に入れて水切った方がいいわこれ。はい、めんちゃんこれで、これでねエビ天をちょっと揚げます。やっぱりサクサクじゃないとあんま美味しくないんで、めっちゃ油飛んできそうで怖いな。あんまやつこっ、あっつ、焦げる焦げる、ほんまにこれ一瞬じゃないとめっちゃ焦げるわ。あやべやべやべ、早い早い、うわ焦げんの早いって、あかん、めっちゃ焦げてもうてるって。まあええわ。エビ天はちょっと焦がしてしまったんですけど完成しました。そばめっちゃうまそうやん。ちょっとフライパンから煙が出すぎてしまって部屋が真っ白になってますね。これわざわざわさびとネギ入れましたよ、全部入れるんですけど、このわさびがねちょっとね溶けにくいやつやなこれ。多分あえて安いわさびにしたんですけどね、刺身とかに使うわさびやと溶けにくいから多分そばとかに合わないんですよ。なんかホロホロのねわさびの方がいい。で天ぷらはねこの与那国の塩で食べると。ってあげれったっけーす。そばですね、うまい。全然ベチョってる感じもなくてね美味しいです。ただこれ10割そばである必要があるかって聞かれると全然ないです。もう安いそばでもうまいんで、言うてもただ10割そばやと後でねそば湯も楽しめるんで。でも天ぷらね、うわめっちゃ焦げたな。うん、音すごくないですか、サクサク感。ただやっぱちょっと焦げてるんで焦げの味が入ってもうてる。うわこれ完全ミスやな、なんかお菓子食ってるみたい。さあほんで締めのそば湯なんですけど、これめんつゆ余りすぎやな、こんなもんでいいや、僕は割って飲みます。うまいな。おはようございます。やっと早く起きれた。はい、暑くなる前にサクッと散歩したいと思います。手にうるさ。いやー散歩は朝がいいですね。もうセミとかセミの抜け殻とかまじまじと見るなんて小学生以来ですよ。与那国島でも見たか。僕もね小学生の時はもう夏休みになったらもう7時とか8時に起きてもう速攻でセミ捕まえに行ってましたよ、僕の少年時代。夏が過ぎ風あざみ誰のこの公園とか初めて来たわ。もう全然知らんわここ。何これ、マリオやん。9時過ぎてきたらさすがに暑い、戻ろう。あーうめえ、あー暑い。8月は夢花火、私の心は夏模様。
まあ、今ね、札幌行きのフライトを予約しました。まあ、というわけでね、まあ、来週は北海道に行こうかなと思います。いや、北海道はもう食事がかなり楽しみですね。もう毎日バグレベルにサーモン食べてやろうかなと思ってるんで、まあ、とりあえずまずね、函館行こうかなと思ってて、まあ、札幌から函館までね、バスで5時間ぐらいで行けるらしいです。めちゃくちゃ遠いやんけっていう。まあ、なんか大阪から東京行けるやんぐらいのね、距離感ではあるんですけど、まあ、まず函館行って、まあ、函館からね、夏の北海道を楽しもうと思います。今日の昼は無印のバターチキンカレーを食べたいと思います。バターチキンカレーとかこうやってね、やっぱカレーライスとして食べるのがうまいっすよね。確か北海道はスープカレーとか有名らしいんでね、それも食べたいですね。久しぶりに食べたけどマッサマンカレーの方が好きやな。今日はね、ちょっと久しぶりにカラオケに行こうかなと思います。もう今日はね、もうなんか歌いたい気分なんですよ僕は。もう散歩もしたし、このカラオケは一人やのにいつもこんな部屋広いんですよね。このメロンソーダマッツ味全然ないねんけど、水やん。まずはこれよ、ポケモンの曲ピカチュウ。いや、声出すのっていいな。少年時代行きます。最後は僕がポルノで一番好きな曲で締めます。じゃあ帰ります。1時間で340円でした。安すぎやろ。すでにめちゃめちゃ眠い。いい感じ。今日のご飯はマグロ丼とそばを作ります。最高。ご飯完成しました。うまそう。そばはうまいけど、なんかこのめんつゆが美味しくない。これなんかそば用のやつなんですけど、なんか微妙やな。店で食べるのはやっぱつゆもうまいからな。眠た、めっちゃ眠い。あー起きた、めっちゃ寝た。今日も朝に散歩行きたいと思います。今から散歩行ってきます。というかなんか珍しく朝から腹減ってる。いやほんまに朝のこの時間涼しすぎてめちゃくちゃ快適やねんけど、夕方へとねあんま涼しくなくて、もう結構夜遅くならないとね、もう地表の温度が下がらないんですよね。だけどもう朝はもう一番地表の温度が下がってる時やから、マジで快適。来週のね札幌とか函館の気温見たんですけど、最高気温がねもう28度とか29度なんですよね。いやもう神の気候やん。もうめちゃくちゃ好きなやつやって。余裕で心斎橋着きました。お、ピカチュウ。クイズ番組風ですね。ここは堀江っていう街でね、結構うまいコーヒーショップが多いらしいんで、コーヒー飲んで帰ろうかなと思ったんですけど、どこもね空いてないんですよ。はい、帰ってきました。もうこの時間に1万歩達成できましたね。もうここ最近やったらまだ寝てる時間やったのに。もうあとはボイシーだけ撮って、もう今日僕がやることは終わりです。速攻で終わり。もうあとはほんまにゲームして読書するだけですね。てか秘宝なことにね、散歩中この iPhone 用のワイヤレスマイクがいきなりおかしくなって、多分壊れたっぽいんですよね。なんかノイズの入り方がえぐい。もしかしたらねこれ接触不良とか起こしてんのかもしれへん。ワンピースの曲歌ってる人こんな人なんや、知らんかった。白髪染みを使うと、だいたいこういう汚れがついちゃって、まあ、時間が経ったら取れるんですけど、汚れ落としたいと思います。タオルでこすったら、取れたな。あ、めっちゃ取れる。なんかめっちゃ綺麗になったし。納豆ご飯です。天気いいなぁ。家の中起きたらマジでずっとここいるんですけど僕。
はい、もう僕今日ね、もうゲームしたりとか本読んだりとか、もうアニメ見たりとかで、もう同じところから動かないんで、そろそろ終わりたいと思います。で、まあ来週は北海道に行ってくるということで、まあ北海道はなんかここ数年ね、なんかめちゃくちゃ暑いみたいなの聞いてたんですけど、今年はなんかそんなことなさそうですね。なので来週は神の気候を楽しんでいきたいと思います。まあ、そういう感じでいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。